Thank you.
ありがとうございました。大西さんちょっとだけいいですか。さあ騎乗太鼓顧問の大西平久さんにちょっと何か喋ってもらいましょう。喋るんですか。何か質問してくださいよ。騎乗太鼓普段練習場所はどこですか。練習場所はね、今金山町の前まで小野木でやってたんですけど、ちょっと金山の方へ移転しまして、今すぐ近くに、すぐ近くにこの山並みのどこかに、あの山の向こうで騎乗太鼓は練習しているそうです。あの山の向こうね。はい、近々のなんか活動というか公演予定は、そうですね、13日に、まあ、舞台あるんですけど、これは、まあ、イタリアのソレントの方からなんか、ソレント市と姉妹都市になってますので、そちらの方からなんか、お偉い方が来られるみたいな、その歓迎のパーティーみたいなので呼ばれて、まあ、その後、そうですね、8月には木之本町記念通りということで強行インクの紀伊半島太鼓フェスティバルというのがあります。で、そうですね、その後たくさん入ってるんですけど出てこないですね。11月にはまた伊勢の方へ、伊勢の日本太鼓祭りというのもそちらへも毎年出させていただいています。はい、主だったところはそれぐらいですかね。主だったところはそれぐらいで、でももうあっちこっちね、夏になるともう引っ張りだこですよね。そうですね、まあ、お盆前後はもう毎日13、14、15を叩きます。13、14、15ね、あんだけのエネルギーでみんなもうね、お腹出てる暇ないですね。出てます。すいません。出てます。見ないでください。こう拡散とわかんですけど、はい、叩いたばっかりのね、ちょっと息が切れてるところ、どうもありがとうございました。熊野騎乗太鼓でした。Thank you.